炎症さんとか強そうですよね。まあ、あの社長は相当社長はもうゴリゴリすごい人ですよ、ね、知ってます。お母さんというね。そう、あの一応東大の先輩なんですよ、はい、で僕一回なんかで会ったことあって、はい、多分なんか証券会社の人に、うん、同じ大学だし飲食で東大出身の人珍しいから、うんうん、紹介するよって言われて、はい、紹介されたらいきなりグーパンチですよ、はい、いきなりポン腹パン食らって、はい、おお、おおじゃねえよ。めっちゃ強烈な人ですよ。だからやっぱ飲食業界ではやっぱあれだけやっぱりこう抜きん出た存在になるっていうのは相当やっぱりすごい人なんですよ。なかなかいないですよね、ああいう経営者って。